ちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。このスタートを決めたのはタケデンファイター。綺麗なスタートを切りました。ミオノゴールド前に行きそうです。ミオノゴールド釣りかけていきました。内からはタイプスワロー、チャンピオンスター、そのうちに続いています。内からはオーケーフリート、その外からロイヤルバース、内からはメジロダイヤモンド、黄色の帽子レーシングエイト、その後ろアカネサンライズ、それに続いています。並んで3番チカラキング、しんがりからアラビアコンコルド、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミオノゴールド、すぐ隣にアエロプラーヌ、その横にタイプスワロー、ゴーケーフリート、すぐ後ろその外にチャンピオンスター。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミオノゴールド、オレンジの帽子アエロプラーヌ、その後ろすぐ隣にゴーケーフリート、好位置をキープしています。タケデンファイター、オレンジの帽子アラビアコンコルド、その後ろすぐ隣にロイヤルワース、その横にステージネイティブ、これに続くのがメジロダイヤモンド、レーシングエイト、すぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アエロプラーヌ、チャンピオンスター、ほとんど差がありません。3番手にタケデンファイター、絶好の手応え。さあ直線に入りました。この直線は短い。先頭変わったチャンピオンスター、チャンピオンスター、先頭。2番手はタケデンファイター、残り 100m、 チャンピオンスター、先頭。2番手はタケデンファイター、チャンピオンスター、1着チャンピオンスター、1着。2着はタケデンファイター、見事に中央の強豪を退けました。チャンピオンスター、この馬は強い。先頭は、ミスターシュプレモン、先頭。2番手は、セイウネンファイヤー、セイウネンファイヤー。